ューホライズンズに様々な工夫をしました。その一つが打ち上げです。右がニューホライズンズ、左は2年前に打ち上げた探査機です。2つのロケットを比べてみるとスピードの違いは一目瞭然。ニューホライズンズは補助ロケットを5つ追加することで史上最速のスピードで地球を出発したんです。探査機の軽量化にも取り組みました。通常ならたくさんの観測機器を搭載しますが、今回は最小限に絞り込みました。